完璧、大丈夫、できたできた。まあだからって何か特別なことを話したいのかって言われたら別にそんなにそんなに用事もないんだけどいやなんかこの時間に配信したら珍しいかなと思ったら、そのそれだけの理由で今配信してる。どうさんと何話したか秘密。全然ボツショットじゃなかった。あ、さっきメールで送った写真ってことはだね、私がそう思って送ってるってことだから、じゃあみんなが生写真としてゲットする写真はもっといい感じになってるかもしれないってことだね父さんをくださいって何お父さんをください。お父さんと話したのめちゃめちゃ久しぶりだ。半年ぶりぐらいかな。STU が SUT になってたやばやばいやばい、怒られちゃうよ怒られちゃう。私がメールに書いてた STU って文字が違うグループになっちゃってたってSUT だってやばい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 。お兄様とお話ししてるんですか。お兄様はお兄様とも話してないね。文章ではやり取りしたけど、さっと声優地方 D だ桃、そうインスタグラムに載せた桃はお母さんが桃送ってくれて、そうあと友達が高校生の時に友達が誕生日お誕生日にくれたメッセージボードとか謎に送ってきた。なんで送ってきたんだろう。私たちが私たち世代のお誕生日のお祝いの仕方は顔面シュークリームとか、私はすごい嫌だったんで、私はね避けたから大丈夫だった。周りで流行ってたのはあのシュークリームをお誕生日の子にはってやってたりとか、あとそのメッセージボードみたいのがめちゃめちゃ流行ってたの。やられそうになった。でもクリーム砲みたいなの真似してたんだろうね。多分私の周りじゃなくて全国的に流行ってたが、ツイッターとかでなんかよく動画を見たような気がする。楽しくないよ、悲惨だよ。多分今そんなことしてたらコンプライアンス的にみたいな話になっちゃうから流行ってたよね、部活の部活着スポーツウェアとかの時だったらいいけど、なんかセーラー服着てる子にとかやっててなんかお気の毒だなってずっと見てたそう片付けも大変だし。
マニアにはたまらない映像。え、クリーム砲がそんなマニアいるの。特殊な趣味してるね。私はクリーム砲ビンゴであったかな。うわ、なんかめっちゃ可愛いっち、なんかめっちゃ顔に貼られた。なんだ今の、花火みたいだった。あれって味するの？あのクリーム砲で来るやつは甘くなかった。だから確か多分だけど、あれ？ビンゴでされてないっけ私。どれだっけ？あ、クリーム砲じゃないか。でも一回なんかちょっとだけ当たって舐めた時に、あ、なんだ、あんま甘くないじゃんと思ってがっかりした時があった。そう、だからこうやってペロってついちゃったら、それベラーンって食べられたら幸せそうだなって夢見てたんだけど、なんかそうでもないから、なんかなんだと思った私は粉はたくさんあるよ。お顔が白い粉でわーっていうのはいっぱいある。ケーキとかさ、ショートケーキとかのなんかカットされたやつを買って、でビニールみたいなので巻かれてるじゃん、他のケーキとくっつかないようにみたいな感じで、あのシートをフォークでウェワーってウェワーっていくタイプお行儀悪いってよく言われるやつだけど、私は大好き、あれ食べるのが。一人の時はやる。あ、でもそうだよね、一人の時かも。確かにみんながいる時はちょっとカッコつけてやらないフフ仕事してきますだって。そうだよね、普通はみんな今お仕事してる時間だもんね。ごめんね、なんか変な時間にやっちゃって。今日は筋トレしながらしてないよまだ。私のあのドボンと腹筋タイマー21時から始まるから今日はね、歌コンがね。そう、それでさっき STU さんの話をしてたんだけど、今日は宮本さんが、そこにテレビがあるからこうやったんだけど今日はエレカシとしてではなく、ソロとしてソロで出演される。T シャツ着るかって昨日言ってたやつ着ない、ダメ、違う、それはあれはね、ダメ。もっとあのもっと大事な時に撮っといてる。そんな日が来るわけないんだけど一生着ないかもしんないね、あれね。でも大事に撮ってあるよ。人生で言っていいか迷ってきちゃった。人生で初めてファンクラブに入った初めて。ガチだねって言われてる。え、そう、いや前に、最近じゃない。負けたってどこで競ってるの解放とかあるあるあるよ。オカベリンファンクラブはいずれできるかもしれないね。
自分の初はお疲れさ、そうなんだ。みんな他に何かファンクラブ入ってたりするの？仲間はいないかな。宮本茶飲んだってそう言ってるんだけど、それ宮本茶というものは最近宮本さんがグッズで出されたお茶があるんだけど私2つ買っちゃったんだけどそう保存用だとか言ってなんか多めに買っちゃったんだけど、でも飲めない。パルさんの入ってた。おお、青年さん保存用ばかり見てきたでもそういう消費するものこそ早くね、美味しいうちにいただかないと。でもお茶っ葉だから賞味期限そんなに短いわけじゃないから、まだ時間的には許されるけど。そう、結局どっちも保存用になるよね。2つ買ったんだからね、片方早く飲んだらいいのに結局どっちもあーって手出せなくて。風味が散る。嘘、じゃあもう早めにしないと。今は難しいけど、いつかライブに行くことがもうね、夢。うお、だからもう今日超絶羨ましくていいなーって思ってるんだ、ずっと羨ましいなーってずっと思ってる。紛れ込んで込めるわけないじゃない今日だけ剣にそういうこと言わないで嫉妬でごじったのって言われたんですけど違う違うよ。宮本さんって俺せいだよ、凛ちゃん年偽ってる。もうね、もうそういうこと言われちゃうとね、ああもうあと早く20年30年早くこの世に生を受けたかったなって思っちゃうからやめてあと30年早く生まれたかったって思っちゃうからいいなって、みんなが私より年上のみんなが羨ましくなっちゃう。もうほんとそれでね、3ヶ月くらい前本気で病んだうーって、あーって、もっと早く知ってたら、早く生まれて知っていたら、なんか今 DVD でしか見れないライブとかをこの足でこの会場に行って、この目でこの耳で聞けたんだろうな、いいなって思っちゃう。今まで何してたんてわマウント、それはマウント、だからみんなが羨ましい。その気持ちわかる。みんなはどっち、もっと遅く生まれたかったのと、もっと早く出会いたかった、どっちどっち。それはここでコメントしてくれてるから、もっと早く私という人を知りたかったってことって信じたいぞどっち遅く、もうちょっと遅く生まれて
もあそういうことか。でもちょっと今より若い時にってことか。ちょっと年さ10歳ぐらいトレードしないねえ交渉成立やそしたら程よい感じになるんじゃない、お互いね。私はそう言ってるみんなが羨ましい。20歳、20はどうしよう。もし本当にもらえる10歳ぐらい欲しいみんなからねえ、ほんとそういうのねできたらいいのにね。だってね、お互いいいねって言ってるんだからね、お互い幸せになる。今39歳になれて、なんで泣くの、いいじゃん。だって人生で一番なんか楽しい時なんじゃないの。私はなんか20歳とか20歳の年はいろんなことを経験積んでて、でもお金がまだそんなにたくさんあるわけじゃないから、そうなんか本当に蓄える時期みたいな風に思ってる。20歳代で30歳でその経験がちょっといい感じに何かにつながって、40ちょっと前とか40代でなんかわー頑張ってきたぜみたいな感じになるのかなって。50歳から楽しいって言ってる人いるよ。男は50歳からが楽しいだって。女の人は何歳からなんだろう。ねえ、みんな50歳からめっちゃ楽しいって言ってるよ。みんなも、そしたらみんな先輩もいるし、ほらまだ50歳になってない人めっちゃこれから楽しみじゃんね。お金もちょっと溜まってきて、好きなことにお金をかけられたりとか、体が心配。それは今のうちにいろいろ少しずつ何か始めれば大丈夫だよ。四捨五入すればみんな一緒大体ね43歳だけどまだまだ忙しい。でもそれはそれでなんか良くない、現役みたいな感じで。ジャパン買った、まだこれからですね。40半ばで旅行に目覚めた。いいな。お金たくさんあるからたくさん泊まって、美味しいものにお金かけられていい旅になりそう。私もさ、ちょっと前、何年か前にさ、軽井沢に1日日帰り旅行ったって言ってたじゃん。でもやっぱり楽しみ方が分からなくて、で何があるかも無知で行ったからもっと大人だったら楽しみ方あったんだろうなと思って。そうだし、その時そんなめちゃめちゃ、まあ、今もそうだけどさ、お金をたくさん持って好きに使えるっていうわけでもないからさ、いや私もあの時の行動力すごかったなって思った。
その時はなんじゃないと思ったけど。目的も知識もないのにフラッと行けるとかかでも、いやでも交通費ぐらいで本当にその時かけたの。あと体式マッサージとかじゃないかな。あとご飯ちょっととチーズケーキ買った確か。あの時は多分ずっとホテルにいた時だったから、家賃とかもそういうのもなかったから、握手会のお洋服にお金をかけるとか、今もう家賃さ自分で払うからさ、本当によく考えて何にかけない、どうやってこう何割はこれに使ってこれはどれぐらいかけれるみたいなこと、まあそれもそれでなんか計画性が出てきたからいいんだけど、あの時だったからできたって。自腹なの？何が？交通費？お金じゃないよ、心が豊かなこと。まあねそうかもしれない。あ、家賃？家賃はもう完全に自分。服買えないね。買えないことはないけど、でも今は全然買ってないな。家計簿はつけてない。いつもあつけないとと思うんだけど、3日ぐらいで終わる。忘れちゃうの。めんどくさいじゃなくてもうそもそも忘れちゃう、つけるの。どんな好きになっちゃったの、セリフ好きになっちゃったってやつ。私はゲーム中の自分の声がちょっと好き。パースが、リバースとパースが一番好き。え、バースいい感じじゃない？あ、パースそう。パース自分でも好き。パースリバース、これも好きだよ。調子いいよねあれ。今何の、ごめん、いきなりちょっとドボンの話になって、まあ終わるけど。ドボン。壁にかかってるやつ、おしゃれっぽい、おしゃれっぽいだって。頑張ってつけたな。前はねここにね、あの、え、自分が好きな絵を飾ってたんだけど、飽きて布を買ってきてそれを垂らしてた。でもなんか自分が思ったような感じにならなかった。難しい。布か、布布っていうか、あれ多分きっといろんな使い方ができる布で、テーブルクロスにもなるしっていうやつなんだけど、私はお店のディスプレイみたいなのを見て、あ、この使い方いいなと思ってこういう感じで使ってる。結構長い。そう、便利布。そうね、便利布ね。これは無印じゃないよ。名前わかるけど教えない。教えてあげません。
と10分で会議始まる、行ってきな。ダメだよ、10分で始まるんだったらもう今来て10分で予習しといた方がいいよ、会議の。大丈夫、宣言する。別に私はその見れなかった時間で後悔するようなこと別に何も話しません。大丈夫だよ、本当にみんなとちょっとした世間話をするだけでみんなが得するようなことは何も話しません。大事な用事がある方はそちらを優先してください私はちょっと今時間を潰すためにやってるみたいな感じでもあるよそう、みんなは私のちょっとした私が持て余した時間にお相手してくれてるっていう言い方都合のいい大人言わない、そんなこと言わないでそういうこと言わないで。夜はいやー分かんない。りんちゃんの紐になりたい？紐って紐ってどっちが養ってあげるやつだっけ？私が養ってあげるってこと？養ってくれないの？私が食べさせてあげるってこと？私？やだよ、やだ、絶対やだ。なんで？食べさせてよ。何それ、やだよ、やだよ。せめて一緒にじゃない？せめてねえ、せめて一緒に頑張るやつにしたいな。やだ、一方的なやつやだ。え、やだ、私家事とかしたいから やだ。私はだってずっと働きに出て、何、主婦やるってこと？やだやだやだ。専業主婦になやだ。私が専業主婦になりたい。お家守りますじゃないでしょ何面でお家守ってくれるの何面ね、それ。やだ、家のことは任せてって。もう私に言わせて、それ私のセリフ、それ。やだ、結婚したら仕事辞める。え、これってこと？そんなの分からないよ、その時どうなってるか分からないもん。今思う絶対的にこうしたいみたいなのはないよ答えた私も私だけど、何その質問そうそう、まだ十何年とかそんな先の話なんだから。世界征服してそう、私にどんなイメージ持ってるの？そんなキャラじゃないよ私。結構先だなって。一度プライベートで占いに行ったことがあって、あなたは結婚するのが遅いですよって言われた。遅いけどでもあなたは魅力的な人なので、別に相手に困らない的な、なんかそんなことを言われた。嬉しくない？魅力的ですって占い師の方に言ってもらえて、もうそれだけでイエーイって思ったうん、でも早くないらしいわ私は。
結構遅めに結婚するんだって。ね、どうして遅いのかな。それ聞けばよかったな。そんな気はする？え、遅そうってこと？結婚するのが？待って、聞かせて。どんなところが？遊び放題だからじゃない？あ、選び放題だからじゃない？え、相手がってこと？私そんなモテモテになるの？すごすごい、私モテモテだそうだって。すごいね。遊び放題に見えた今。選び放題ね。ずっとお仕事してそう。私もそっち路線かと思った。自分のやりたいことを優先してるからどん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 後になっちゃうのかなと思ってた。今はモテモテでしょ。みんなにはモテモテかもしれないけどみんなにはモテモテかもしれない。みんなみんなってあなたのことですよそれはだってそうでしょ。だって見てくれてる人はそういうことでしょ。だいぶ恥ずかしい発言してるけどね今ねえ女社長になりそう。なりそう。なれるかな。っていうことはお金持ちになれるってこと。いいなあ、女社長だって。いいなそれ。愛とお金どっちが大事。難しい。即答できない。お金かな、なんちゃってそうそう、わかんない。本当にわかんない。どっちだろう。本当にわかんない。なんちゃってって言えば何でも済むと思ってるわかんない。本当にわかんない。でも愛、めっちゃ好きとかだったらさ、その人と一緒にいればもう他なんてどうでもいいわってなれたらもう最高だよね。そういう人と出会えたらだよねきっと。でも今のところそういうの、そういう出会いないからやっぱりそっちになっちゃうよね幼稚な考えだけど。数年で飽きる。え、そうなの？怖っ。なんかさ、前にさバチコイでさ、なんかそういう人もなかったっけ。なんだっけ、お金持ってるない、な、何の組み合わせだっけ。イケメンでなんたらかんたらみたいなやつだったっけ。お金と顔の組み合わせだっけ。どっちにしたっけ。私忘れちゃった。それで言うとみんなどっちの方がときめくの？イケメンで貧乏をお金も、イケメンで貧乏とか反対だから、そうじゃなくてお金持ちってことでしょ？みんなどっちの方がホッとするの？どっちでもいい。お金持ちの方がいいってこと？ああ、そうなんだ。
おかべ持ちになりたいですね私もってでもそんないいことないよ。おかべ持ちになりたいうんうん、おかべ持ちは人生の勝ち組金ならあるでってアピールしてる。そんなこと書いたらみんなに狙われるよ。狙われちゃうよみんなに気をつけて、みんなが狙ってくるよ これに関して深く話すことないから困るコメントがそれだらけになっちゃったから困っちゃったこの話飽きちゃったうち何か持論があるわけでも何でもないからご意に締めようとしてる。次の話題になんないかなってちょっと見てたな。エアドボンしようって何？もう次の話題欲しくて、すごくなんかもうしょうがないコメントの。エアドボンしようっていうなんかもうよくわかんないコメント読んじゃったよもう。将来は一軒家に住みたい海外だったら、海外だったら一軒家、日本だったらマンション。もし楽しみ6日だよね確か6日。マンションの話ずっとしてるじゃん。音楽の話して音楽、音楽に何語ればいい？好きな音楽？最近何聴くかな。もう最近はアイズワン、宮本さんが歌ってる曲、嵐、なんだろうと安室ちゃんかな。なんでみんなアイズワンでその感じ使う？何それアイズワンじゃん、それアイズワンじゃない。
かはなかなか聞かないかな。エレクシーでは他にもいいバンドいっぱいいるよ。知ってる、そう、たくさんすごい人たちがいるっていうのは知ってるけど、そこはちょっと一途でいたいから、そういう情報があっても自分の中に入れないようにしてる。それもったいなくないか？いや、いいの、いや、いいの、大丈夫大丈夫ですねえねえ、今何時？時間教えて、ちょっとこれでやってるから。時計全部電池切れでね、止まっちゃってて分かんないんだよ。 ありがとう、17時何分ね、 OK、ありがとう。嵐聞いてるのが、え？そう、前からなんか言ってるような気がする。エレカシさんは何が好きって言われると困っちゃうんだよね。いろいろ好きな曲あるから。一番決められな、決められな。俺たちの明日出たね。歌番組でよくやられてるよね、俺たちの明日そう、でもよくあんまり大事にしてて、あんまり聞かないようにしてるのがめっちゃ好きで、すごい好きで、でも自分にそういう なんだろう、なんか飽きとかが来たら本当に嫌だなと思って、そういう意味でなんか聞かないように、でも大事に聞いてるやつが温存は椎名林檎さんと歌ってる獣行く細道が好き。これはちょっとね、殿堂入りだからまたランクとは別。これはユーと思ったYouTube にも公式で載ってるんだけど、もうね、いろいろ当てはまる。この世の中に存在してる全ての褒め言葉とされるワードがもう全部当てはまる。そうそうそう、ゼロの主題歌にも、ニュースのゼロの主題歌にもなってたの。これを紅白でやってた時もあったね。紅白でやってたの、この曲を。で、その時の紅白のエンディング、なんかね、もう出ないといけないみたいな、楽屋を出ないといけないギリギリの時間に始まって、なんかね、もうすごい始まりそうで、でも出ないといけないみたいなのがあって、もうちょっとで始まるのに、もう何分にはこの楽屋出ないといけないみたいなのをすごい焦っちゃって結局見れたは見れたんだけど、それで焦ってたなっていう思い出が今蘇った。まだ出ないで、まだ今始まるからダメってずっと思ってたなっての紅白どうなの？なんかニュースで見たやつはさ、駐車場でやるみたいな、なんかでチラッと見たような気がするんだけどね、どういう感じでやるんだろうね。歌コンはね、私がこの間出た時はもうお客さんいない状態でやってた。ねえ、
気になる。JK に見えた。え、私がってこと？女子高生に見えたってこと？なんだそれ。いいことなのか？いいことか？嬉しい。いや、よくわかんない。なんかもうバカにされてるのかなって思っちゃう、すごく。でもなんか結構さ、萌え台詞があるってわかる企画、そういう企画があるって分かってる時の楽屋って結構みんな本気で結構うわーってなってるのね、大体。でも私そこまで、今まで褒め台詞をやるってことに、こんなこと言ったらみんな燃えないかもしれないけど、あんまり抵抗がなくって、逆になんて言ったらヒューってなるかなって、それ結構ノリノリで考えちゃうタイプだったの、私は今まで。でも最近はなんかね、今までほんとみじんもなかったの、恥ずかしいみたいな。だから恥ずかしいみたいなふりしてるのは全然実はそうでもなかったんだけど、でも最近ほんとにあの本物の、あ、ちょっとそういうことするのちょっと恥ずかしいなって思ってきたり、なんか大きいリボンがついてる、もうザ・リボンみたいな、リボンがついてるなんか飾りとかあると、あ、ちょっと恥ずかしいなって思うようになってきた。ノリノリなんだ、みんな知ってる。あ、そう。知ってた。そう、むしろなんか萌え台詞に関しては、萌え台詞っていうかなんかなんだろうね、なんかうまいこと言いたいなみたいなのがあったから、 そこにあんまり恥ずかしさは感じてなかった。普段言ってるからで、ね、言ってるわけないでしょ。言ってるわけないよ。だからあれとかが、季節ごとの、例えばだけどクリスマスだったら、クリスマスの、サンタさんの格好をするみたいなのはなんかもうちょっと恥ずかしいんじゃないかってちょっと思うようになってきた。今までそんなこと感じたことなかったの、本当に。AKB の衣装は本当にすごい良い、ランク上そうな感じの、分厚かったりとか、作りもすごいんだけど、生地もいいものを使ってるから、そう、そういうこと感じたことないんだけど、なんかの企画か何かで、衣装じゃない、おされさんが作った、ちのぶさんとかが考えたものじゃない、ちょっと なんだろう、ちょっとあんまそういう言葉は使わないでおくけど、じゃない、なんかね、ちょっとあ薄めかなみたいな、そういう感じの作りのやつを着た時に、あーってうふふって思った。だからそういうのも踏まえて、やっぱ AKB の衣装って本当にすごいなって思ったりしたことがあったよ。アンビュランス、いや、アンビュランスはまだそんな、だってね、ソロコンの生写真でも着てるぐらいの、割と好きだったりする、ああいうの。さっきのね、お父さんと電話した時にね、ちょっとしたこれ探しといてねってやれたことがあって、ショールームやってたらそれ探すの忘れちゃって、今最速のあれが来たんで、
終わりにしようと思う。やばい、お返事しないと、お父さんに。ちょっと切るね。そう、ちょっとほったらかしになっちゃってるから。お父さんと仲いいね、仲良し。お父さんとある約束をしているのですよ。じゃあね。いきなり終わる。じゃあみんなも仕事残ってるんでしょ、これから会議あるんでしょ。集中、はい、集中集中。偉そうにね。じゃあねみんな、私はもう終わるよ。もう帰るの？じゃあ気をつけて帰ってね。終わる、切ります。